皆さんこんばんは、 HKT48 の市村愛理です。本日も私のラジオ番組市村ラジオが始まりました。ありがとうございます。今回は、58回目の市村ラジオとなります。で、もうね、ゴールデンウィークが明けまして、いやもう本当にあっという間のね、ゴールデンウィークだったんじゃないかなって思います。皆さん充実できました？私はもうめちゃくちゃありがたいことに忙しい忙しいというかね、毎日お仕事で、はい、楽しかったんですけど、よく働いたなっていうゴールデンウィークでしたね。まあ舞台が4月30日に終わって、そっからまあちょっと休めるかと思いきや、もうゴールデンウィークで、で、ドンタクがね、前夜祭、2日にあって、で、3日目はドンタクあって、で、4日が、横浜でのファングフェス、で、5日が目撃者公演、昼夜2回公演、で、土日が、まあ会場でおしゃべり会だったので、もう、怒涛の、ゴールデンウィークって感じで、はい、もうめちゃくちゃ私も充実できてと思います。はい、ファンの方にたくさん会えたのですごい嬉しかったです。会いに来てくださった方、まあおしゃべり会もそうだけど、イベントとかにもね、全部来てくれたり、公演も入ってくれたりとか、そう、本当にね、わざわざ遠くから来てくださってた方もいたので、はい、嬉しかったです。ありがとうございます。まあだから、ドンタクもね、すごい、私初めてだったので、そう、個人的にはね、初めて出れたので、今年。そう、あんなに人がね、多いんだって、そう、初めて。行ったことがなかったしね、しかも。そうそう、あの会場というか。すごかったので、まあ今日ね、お便りとかでも来てるので、そのイベントの話だったりね、していけたらいいなと思っております。それでは、タイトルコールに行ってみましょう。市村愛理の市村ラジオ。改めて皆さんこんばんは、 HKT48 の市村愛理です。本日も私のラジオ番組市村ラジオが始まりました。はい、では早速ですが、ふつおたを読んでいきたいと思います。ラジオネームモブソンミンさんからです。こんにちは、愛知。こんにちは、愛知。愛知舞台コリアモテンバイ3、お疲れ様です。僕も舞台観覧させていただきました。僕は舞台を見るのが初めてだったのですが、笑いどころも多くてすごく楽しめました。舞台の内容も、モテない男たちを題材にした内容で、共感する部分があったり、こんなこと女子に言われたことあるなとか思いながら見てました。愛知も様々な役に挑戦していて、どの役も素晴らしく、まさに大女優市村愛理誕生の瞬間を目撃できました。本当に楽しかったので、また愛知の出ている舞台を見に行きたいと思いました。最後に質問です。愛知にとってコリアモテンバイと思う男性はどんな男性ですか？教えてください。とのことですね。ありがとうございます。大女優市村愛理。ちょっとね、本当に、そうなんですよ。ちょっと、やらせていただいてね、女優を、そう。いや、まあ、市村ラジオでもね、前回というか、コリアモテンバイ終わってからすぐの市村ラジオでも、結構ね、話させていただいたんですけど、まあ、そうね、2週間ちょっとが経った今でもロスってますね、私すごい。なんか、やっぱ、コリアモテンバイの瀬取り、この最初のオープニングから曲がさ、いっぱいこう転換部分とかに使われてたりするじゃないですか。で、あの瀬取りをそう教えていただいて、もうまあ舞台の時からずっと聞いてはいたんですけど、
終わってもやっぱ聞いちゃいますね。なんか、その舞台ももちろんね、すごい楽しかったし、あの、そういう意味でも余韻にはこう浸ってはいるんですけど、あの歌がね、結構本当いい曲ばっかりで、そう、なんか初めて聞いた曲ばっかりで、私的に。そのアーティストさんの知らない、私が今まで知らなかったアーティストさんの曲だったりしてたから、そう、すごい、なんかハマったというか、朝からね、あの曲を聴いて、ちょっとやる気を出してたり、今でもしますね。そう、本当に、それくらいちょっと、楽しかったんですけど、そうですね。まあ、この本当に、他の舞台にもね、まあ、出てみたいっていう、あの、思いも、あるし、そう、初めてがね、これも転売でよかったなとは思うんですけど、やっぱ、これも転売って多分普通の舞台じゃないというか、なんて言うんだろう。私が想像していた舞台じゃなかったんですよね。そう、いい意味で。そう、だから、なんかまあ、他のこう、舞台に私がね、いつかまた出れることになったとしても、なんかやっぱ、これも転売もずっと続いてほしいなっていうね、思う。ぐらいの、なんて言うんだろう、素敵な、なんかなんて言うんだろう、いい意味で変わってる舞台だなと思うので、そう、普通にやっぱ私やっぱ面白いのが好きだし、なんかやっててめちゃ笑っちゃったり、なんか、自分自身も楽しみながら参加できてたから、そう、本当にね、またね、そういうたくさんいろんな舞台にも出たいなとは思うようになれたんですけど、まあ、そのこの方もね、見に来てくださったみたいで本当に嬉しい、ありがとうございます。あいつのこれはもう転売と思う男性でしょ。私的にはいや、顔じゃないと思いますよ顔だろう、顔とか言ってたけど、別に顔じゃないと思うっていうのは、なんかやっぱ性格の部分で、なんて言うんだろう、まあ、第一印象はね、もし、まあ、まあ顔がね、いい人はそりゃこう話さずにこうパッと見ただけの第一印象はそんなに悪くないかもしれないけど、結局その中身がどんどんね、やっぱあの関わっていくうちに分かったりするじゃないですか。人とコミュニケーション取っていく上で分かっちゃうから、そこでんってそう、なんか気づいちゃったりするわけですよ。この人はモテなさそうだぞっていうのがね。そう。で、原因が顔とかじゃないわけですよ。そう。でも私的にはなんだろうな、やっぱデリカシーのない方は、モテないと思いますね、きっと。まあ、いろんな方向からのその、ね、角度からの意見があると思うけど、私的にやっぱ女性はさ、そのなんて言うんだろう、ちゃんと女の子扱いをさしてもらえた方がきっといいんだと思うんですよ。なんて言うんだろう、こう余計な一言がない方がいいというか、そのなんかこっちのね、これも転売で言うと、こう鍋さんっていう、鍋さん A チームのね、あの、ハゲてる方。ハゲ、実はハゲてる方で、B が土井さんだったんですけど、あのね、二人とも違うんですよね。で、鍋さんはどちらかというと、ちょっと、まあ、あの、人によって違うけど、デリカシーのない発言をすることも、まあ、あるんですけど、土井さんは、そういうことがあんまないらしくて、そう、私もあんまり関わる機会がなかったんですけど、やっぱ、B チームの女子メンバーとかが、やっぱ土井さんいい人っていうのを言ってて、鍋さんあんま言われてなかったんですよだからなんて言うんだろう、決してね、なんか傷つくようなことをなんか言わないというか、そのなんて言うんだろう、まあ限度がありますよね、多分。そのいいラインを、そのね、超えちゃいけないラインがあると思うんですけど、その範囲内だったらね、ちょっといじったり、そのちょっと言うのは女の子からしても、女性からしても、それがね、まあ全然、あの、嬉しいとか、まあ、あの、嫌に思わない人も多いと思うけど、その、なんか、ラインを超えちゃうような、
ことを、それが難しいんですけどね、どういうことかって言われたらちょっと難しいけど、多分そこでそれ言わんでよくないみたいなこととかも、やっぱ空気悪くなるようなこととかもやっぱ言わない方がいいというか、そう言っちゃう人が多分持ってないんじゃないかなっていう。あとは空気を読めない人とかね、その面白くないのにずっとそのくだりをなんかやっちゃうとか、その空気を読めてないじゃないですか、周りのね状況見れてない。だからやっぱこう視野はこう広い方が、広くてやっぱ周りを見れてね、こう盛り上げるときは盛り上げて、で話聞くときは聞くみたいな、そういう使い分けができる方は多分持ってるんじゃないかなとは思いますけど、まあ、とにかく思いやりがない人は持てませんね、きっと。このこれも転売の舞台ではちょっとなんか、ブサイクがみたいな、ブサイクが持てないみたいな、ね、題材のなんか、脚本とかもあったりしたけど、そんなことはないですよ。そう。性格、その顔だけじゃなく、ね、性格からも、自分にね、自信がない方は性格だけでもね、そう、ちょっと意識してみたら、ね、モテる可能性もありますから、はい。皆さん諦めずに頑張ってください。悩んでるとかじゃないと思うけどさ。はい。そんな感じですね。ありがとうございます。では、次のお便りいきます。ラジオネーム、のぐっちゃんさんからです。愛知、黒木さん、こんばんは。こんばんは。久しぶりの博多どんたくすごく良かったです。愛知のことをしっかりじっくり最後まで見てました。って言っても直接ではなくて YouTube ですが、それで愛知に質問なんですが、最後のメロンジュースが終わって舞台から履けるときに愛知が最後まで会場のファンに手を振って挨拶していたんですが、メンバーの中で一番最後になって、それで履ける方向をメンバーにぶつかりながら、履ける方向を下手に行きかけてハッと気づいて上手に、一体どうしたことでしょう。もう愛知の村民の僕としてはやっぱり愛知の天然に大爆笑させてもらいました。愛知最高ですのことです。いやバレてた。しかもそれ、あの亀子さんたちに激写されてて、なんか間違えて私がってなってる表情までしっかり映されて、逆の方向に全速力で吐けるとこまで全部連写されてて、それが乗ってました、 SNS に。いやそうなんですよ、間違えちゃった。いや、あのそう、吐ける方向っていうか、私もう最後までこういっぱい本当に人があんなねたくさんいらっしゃると思ってなくて、ちょっと興奮しちゃったし、みたいな、みんなすごい盛り上がってたじゃないですか、とんたく。そうだから最後までこうお礼してしたくてバイバイって言ってたら、いつの間にかメンバーがいなくなってて、でしかも、見た、パッて見たゆかちゃん、あきよしさんしかいなくなってて横に。やばってなったけど、あきよしさんの方向に行ったんですよ。あきよしさんが下手の方向にね、はけて行ったから、あいでもついてったら違うみたいになって、あきよしさんがまた上手の方に行ったから、私もみたいになって、これはもう転売チーム二人で、最後ドタドタね、ちょっとはけちゃったんですけど、そこがちょっと見られてましたね。これも転売面、に出てた方とかも結構見に来てくださってたみたいで、そう、やっぱね、福岡の方とか多いからさ、ね、ありがたいなと思うんですけど、そういう方々も、あれなんか、あれ、明慶ちゃんと愛知がなんか、最後、吐けるのミスってたみたいな、ね、言ってたんで、ちょっと、わあ、みんなにちょっと、ダサいところをね、見せちゃったなとは思ったんですけど、そう。ちょっと興奮しちゃってました、これに関しては。もう、あんなに盛り上がってると思ってなかったから、すごいなって。あんなでかいお祭り？どんたか聞いたことあったし、でも、実際自分が行ったことなかったんで、すごいですね。三大祭りみたいな感じですよね、多分。そのうちの一つですもんね。すごかった。もう楽しかったですね。二日間もね、出させていただいて、写真撮影も OK だったし、ね。すごい。またね、来年も出れたらいいなっていう気持ちではありますね。本当に。見に来てくださった方ね、ありがとうございました。はい。ということで、本日のいつむラジオもよろしくお願いします。
トッドットチャンネルをキーステーションに配信中。市村愛理の市村ラジオ。HKT48 の馬場彩香です。サガーズとうとう一人になっちゃいました。でも元気に楽しく喋ってます。サガーズのお部屋、毎週水曜22時に HKT48 ドットオートチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。HKT48 の石橋いぶきです。竹本くるみです。いぶくるの休み時間、今日の日着はくるみです。毎週木曜日22時に HKT48 ドットオートチャンネルで配信中。はあ、今日も疲れた。今日もっとそこのあなた、私たちのラジオで癒されちゃいましょう。市村愛理の市村ラジオ。それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。安全第一、健康第一、あなたの心の健康も第一、愛知のお悩み相談室。こちらの企画は私市村愛理へのお悩み相談コーナーとなります。恋愛のことや仕事のことや人間関係など何でも私がお悩み相談に乗りたいと思います。小さい相談でも気にせずに何でも相談してください。それでは届いた相談を紹介していきたいと思います。ラジオネーム、愛知に会うため来年の夏に向けてダイエットさんからです。愛知村長、黒木さん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。さて相談なのですが、今の家に引っ越した時、タンス部屋の片隅にパソコンデスクとカラーボックスを一つ置いて自分の息を確保していましたが、コロナ禍でリモート勤務になったことをきっかけに机を購入、勢力を広げ書斎のように使っていたのですが、コロナが落ち着いて昔のように毎日出勤するようになり、さらに子供が成長し子供部屋として明け渡すことになりました。ここととばかりに家全体の不要品を引っ越しと間違えそうなくらい毎朝ゴミ袋を出していますが、ここで問題が、大問題が、今まで机の引き出しや本棚に隠していた推しグッズの行き場がありません。今後私の城はリビングの一角、小さいパソコンデスクを置くスペースのみ、CD や DVD は昔から好きなアーティストに紛れさせて収納に入れ、写真などの小さいものは書類ボックスに入れてごまかしていたのですが、うちわや雑誌、その他のものはスペースがなく、友人の家で預かってもらっています。とても捨てられませんし、今後買うのを我慢するのも精神的に辛いので、どうしたらいいと思いますか？子供部屋として明け渡す、家族、お父さんってことですよね。ちょっと、何言ってなかったの？よく隠し通せてきたな、今まで。マジ？すごいですよね。なんか、結構、まあ、お父さん、家族がいらっしゃる方で、まあ、普段はお父さん、ね、パパとして頑張ってる方とかいるけど、結構こう、そういうのもちゃんと言ってて、奥さんから許可取って、現場に来てるとかいう方とか、もう結構多いなとは思うんですけど、まさか隠してる方が、いるなんて、いるのか、そりゃ。いや、でも、よくね、バレずに来たね、今まで。逆に。どうすんの？これはもう、墓場まで持ってく気だよね、この方なんか。だって今、友人の家で預かってもらってるんだからね。そうだな。まあでも、ちょっと時間の問題よね、これも。友人の家で言ってもね、迷惑かかっちゃうかもしれないしね、今後増えてったら。どうすんだろうな。なんかあれ、なんか倉庫みたいな借りたらどうです？なんかありません？
なんかちっちゃい、なんていうの、借りれますよね、そういう、なんだろう、あれ、なんていう名前なんだろう。結構、まあ、レンタルなのかな。まあ、月いくらかこう払ったら、ね、そういう、なんか、自分の趣味部屋みたいな、ちょっとした、倉庫みたいな、よく、ね、物を置いてる、物を置くっていうか、まあ、使ってる方もいるのかな。私はないですけど、名前わかんないな。なんか外にある、なんか、なんて言うんだろう。あれじゃない。なんだっけ。ロッカーじゃなく、ちょっとデカめの、でかいロッカー、ロッカーってか部屋じゃないけど、なんか借りれる簡易的なやつありますよね。確か。うん、ちょっとした、ね、あ、そういうの借りたらいいんじゃないですか？うん。家の近くとかに。でもそれ以外ないよね。あとはもう捨てるしかないけど、それは寂しいですし、家の中にもないんだったらね、ちょっと借りるしかないね。それがもう一番いいのは、そのね、言っちゃった方がいい、楽なんですけどね、きっと。もう無理なのやろうね。もう何年も言ってない、言わずに来てるってことですからね、多分。いやー、すごいな。訳ありな方が。結構いるね。まあちょっと、そういうなんかどっか借りるとかはちょっとね、参考にしていただけたらいいなと思います。どうか。これからもバレずに、おたかつ、おしかつ頑張ってください。バレてもいいとは思うんだけど、でも、なんかあるんでしょうね、問題が。バレたくない問題がね。頑張ってください。ありがとうございます。では続いてのお便りいきます。ラジオネーム、おりさんからです。愛知、黒木さん、こんばんは、こんばんは。私は5月6日に愛知のお話し会に一番最初にお話しに行きました。いつも、オンライン越しや劇場のお見送り愛知を見たりしていましたが、リアルに近くで話して、よく話すことができてよかったです。一番最初だったので、愛知がサエさんと抱き合っていたのも生で見ることもでき、楽しかったです。愛知と話をするときは枚数が多くても話のネタに尽きることがないのですが、家族以外の他の女性と話すときはうまくいかないことがあります。どうしたら、愛知以外の女性とうまく会話できるようになるのでしょうか。愛知ならどんな人と話したいと思ったり、よかったなと思いますか。教えてください。本当に愛知は話しやすいし、仕事とか一緒にしてみたいと思っています。そのことです。ありがとうございます。お話し会に、ね、来てくださったり、嬉しい。まあでもそうですね。どうしたらうまくなるか。女性とね。どうなんだろうな。私も本当に話す、なんかファンの方っていうか、そのお仕事の時にこう握手会とかで話す分には全然平気、もともと平気だったんですけど、なんかプライベートで、まあそれこそ美容師さんだったり、そういうなんかお店の方と話したりするのとかすごい苦手だったんですけど、なんか自分がこう嫌いだなと思っちゃってたんですよ、前までは。そういう話すのが嫌だなっていう勝手な、なんて気持ち的になんかすごい苦手だなとかちょっと思っちゃってたから、余計なんかそういう時間が苦痛だったんですけど、なんかまあ最近というかすごい自信を持てるようになってきて、なんかそういう話す人と、初めましての方とか知らないね方と話すのも別に嫌じゃないなって思えるようになってきたんですよね。多分な、本当に気持ちの問題っていうか、自分は本当そういうのに苦手だ、嫌いだって思い込んじゃうと、よりなんか悪化しちゃうんだなって思うので、そう、自分は話すのが好きだとか、こうなんて言うんだろう、自分の中でそういう
思い込みでもいいので、そう思って人と話すようになると、なんか意外と、うん、なんか思ってたよりもね、うまく話せたり盛り上がったりできるんじゃないかなって思うんで、なんかこの方も多分なんだろう、うまくいかないこともね、話す時にねちょっとうまくいかないなっていう時もあったからちょっと苦手だって思っちゃってるかもしれないんですけど、なんかその苦手っていうのをなるべくこう感じないように、なんか話すことを増やしていけば、まあ いずれかはちょっとそういうのをね、なんて言うんだろう、スムーズにこう人と話せるようになるんじゃないかなとは思いますね。うん、私どんな人と話したい、どうだろう、まあ聞くこともちゃんとできて、まあ話せるときは話せる人がいいかな。なんか自分の話をずっとするんじゃなくて、ちゃんと聞いてくれるときは聞いてくれる人ですかね。あとなんだろう、どんな人ね。まあでもなんて言うんだろう、めちゃくちゃ自慢話しかしてこないようなマウントを取ってくるような、ちょっと上から目線って言うとあれだけど、まあ、いるんですよ、やっぱ世の中ね、学校とかにもいたんですけど、なんて言うんだろ う、こうプライドが高くて、こうもう自分が自分がっていうか、そうなんかちょっと下に、他の人を下に見てるような感じのね人も、まあ人間ですからそういう人もいるじゃないですか。そういう人はちょっとね、話しててもまあ楽しくはないじゃないかなとは、まあそういうのが好きっていう人もいると思うけど、私はちょっとあれかな、うん、どちらかといったらやっぱなんて、同じ目線でに、同じ目線になってくれる人というか、うんね、話を聞くにしろ話すにしろね、なんか態度とかもあんまり変わらない人がいいかなとは思いますけど、うん、まあとにかくなんか経験というか、まあ気持ちの問題もあるしね、うん、こう自分がこう好きっていう感覚になるまで、うん、なんか経験を重ねることじゃないかなとは思いますね。はい、まあ私も、うん、話すことっていうか、結構コミュ力上がってきてるなってちょっと思うので、そう、まあ、一緒に頑張りましょうありがとうございます。じゃあ最後のお便りいきます。ラジオネーム香里さんからです。愛知黒木さん、こんばんは。こんばんは。私は初回からずっと聞かせていただいて、今回初めてお便りを出させていただきます。私の悩みですが、人前に立つとすぐに顔が真っ赤になってしまうことです。あまり注目を浴びることが得意ではなく、人に見られていると思うと急に恥ずかしくなって顔が真っ赤になってしまいます。愛知は常日頃から人前に立っていると思うのですが、どのようなことを意識して立っていますか？参考にさせてください。ずっと聞いてくれてるんですね、初回から。わー、ありがとう、嬉しい。そうですね、私でも人前に立つことが小さい頃から大好きで、そう、でも恥ずかしがり屋、ちっちゃい、めっちゃちっちゃい頃は恥ずかしがり屋だったらしいけど、でも大勢の、うん、人がいっぱいいる前でなんか目立つこととかも好きだった、好きな性格だったし、それこそこう集会っていうかさ、全体集会とかあるじゃないですか、学校とか全学年、ね、全校生徒が集まった集会とかで司会をやってたりとかも、小学校の頃から知ってたんですよ、そういう。で、中学でも生徒会副会長やってたし、なんか卒業式、まあ、入学式卒業式で言葉を言ったりとか、そう、あの校長先生とかとこうね、なんかの言葉、まあ、司会で全部こう仕切らせていただいたり、結構学生の頃からそういう経験があったので、今てかアイドルになってからも別にそんな緊張することなかったっていうか、最初からあの、まあ、緊張はするけど、なんかびっくり、ビビることがなかったです、あんまり。
そうだから意外とあの初期の頃から愛知肝座ってるねってこう先輩とかにねよく言われてたんですけど、なんかそういう経験が多分生きていたんじゃないかなとは思いますね。だからなんて言うんだろう、好きなんですよね多分そういうのが。そうそう、でも苦手なねこの香織さんみたいになんて言うんだろう、あんまり得意じゃないっていう方もいると思うんですけど、あの意外とみんな自分のことを見てないっていうのはある気がする。なんか見てるって思われるじゃないですか、前にこう立ったりしてこうねするとやっぱどうしてもみんなめっちゃ見てるって思うけど、いや見てるは見てたとしても別になんか間違えちゃったらどうしようとか、なんかそういうのいろいろね、人前でもしなんかするっていうことだったらね、そういう不安とかもあるかもだけど、なんか意外と人ってなんか気にしてないというか、そういういろんなこと含めて、うん、そんなに人に興味がないと思うんです人間は、わかんないけど。だからあんまりなんか思いすぎなくても、うん、別に大丈夫だと思いますね。だしあとはなんだろうな、なんか結構前に立つときは、人前に立つときはなんかいつもの自分じゃないスイッチをちょっと入れてはいますね。なんてスイッチって難しいけど、なんかギアを上げるじゃないけど、上げてそういうステージ上での市村愛理をなんかとして喋ったりなんか動いたりしてる。なんかその方が自信持てるというか、うん、なんかそのだから作ってるとかじゃないんですけど、別にその普段と全然違うとかでもないけど、なんかそうだな、自分が一番こう自信のね持てるこうモチベーションでこうマインドで私は人前に立ってるかなっていう、そう自信を持って立つのがやっぱ大事なのかなっていうか、なんかバレちゃうじゃないですか、自信持ってないなっていうのを。なんか多分 見てる人からしたらそういうのって絶対気づかれちゃうから、なんか別に本当不安でも自信なくてもなんかそういう風に 見せてるじゃないけど、うん、なんか自信堂々と立つっていうのはまあ意識してるかな。うん、まあそうね、だからそういうのもねちょっとずつだとは思うけど、まあ克服できるようにね、香織さんも頑張ってみてください。またいつでも相談乗ります。はい、ということで以上、安全第一健康第一、あなたの心の健康も第一、愛知のお悩み相談室でした。HKT48 の地頭NNです。地頭NNの命名聞いてよラジオエボリューション、ラジオの字は地頭への字です。毎週金曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。ハッシュタグミネラジでもつぶやいてね。HKT48 の北川ヒーローです。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー、一人で頑張って喋ってます。変なことを話していないか心配です。毎週土曜日22時に HKT48 トットーチャンネルで配信中。皆さんぜひ聞いてください。HKT48 の時田智香です。ハッシュタグもかの音ファーストトーク、いろいろ喋ってます。ここでしか聞けないことも喋っちゃってるかも。毎週月曜日22時に HKT48 ドットドチャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。市村愛理の市村ラジオ、さて早いものでお別れの時間がやってきました。はい、ということで58回目の市村ラジオもエンディングです。もう、5月ねゴールデンウィーク終わって6、7と、会場でおしゃべり会とかもあってね、本当いっぱい喋らせていただきましたし、
本当にそれきでもね、なんかこの市村城きっかけで来ましたって人いて本当に1名いましたそれを言ってくれた方は1名だった。そうでも分かんない、まだ横浜にもいるかもしれないからね。そうだから市村ジオだ、トットオトの市村ジオ聞いてますみたいに言われて、え本当ですか、嬉しいです、もうそうなんです、市村ジオ新規ですって言われて、確かに見たことなかったなと思って、この方は初めてですよねみたいな感じで言ったら、もうそれで好きになりましたみたいに言って、ガチで、でそのなんかお便りの前ね、あ言ったかもしれないけど、会いに来てくれたよと思って、いやそのコアなねファンもいるんだなってちょっと思ったけど、ちょっとねこう頑張ってよかったなっていうかね、今まで今のところ解禁症でこう続けさせていただいてますけど、そこちょっとやってきてよかったなっていう、初めてちょっと思った部分でもありましたね。いや大事ですよね本当、でも一人でもいるっていうのはでも本当にありがたいことですから、そうまたねその方も今聞いてるかな、どうだろうね、これからもちょっとよろしくお願いしますっていう感じですね。はい、ということで番組の感想やお便り企画は番組専用の Google フォームから送ってください。また SNS でつぶやく際はハッシュタグ市村城でつぶやいてもらえたら嬉しいです。はい、皆さん聞いてくれてありがとうございました。それではまた来週火曜日にお会いしましょう。バイバーイ。体に気をつけて、みんなお仕事頑張ってください。